探し物が集まったぞ。さすが君たちだ。では材料をすべて渡してくれ。我が思念を持って器をなす。よし、あと一歩だ。はあ、まだあんのかよ。俺様もうヘトヘトだぜ。魔法具はすでに完成しているが、活性化させるための魂の力がまだ足りない。正気を失った悪霊や歪んだ魂など普通とは違う強い魂が必要だ。ついでにその魂を浄化し苦しみを断つこともできる。追放の町にはそんな狂人が山ほどいるよな。行ってみようぜ。この魔法具を活性化するにはどれほどの力が必要でしょうか。大した量じゃない。金色になればそろそろだろう。こんな初歩的なミスがあるとは。俺はともかくあいつまで気づかなかったのか。もうろくしたか。まあいい、影響がないといいが。こんな初歩。
土の巨人の子孫たちの縄張り。うお、猫の巣に来ちまった。人間にゃ話すことは何もないにゃ。おお、あんたか。久しぶりだな、大猫。にゃにゃ、この気配は。おいおい、このイフ様の名を忘れたのか、大猫。あんたたちこんなとこで何してるんだ。イフ様、ご存知の通り、かつて神は一族に豊かな知識と機械を操る力をお与えになり、我々は神の創造した様々な生遺物を守り修繕してきましたが、しかしその力を欲した欲深い人間たちが姫様を王城に誘い込んで捕らえ、神の知識を奪ってしまったのですが。それはもちろん知ってる。巨人たちが人間と戦った一員でもあるからな。でもこれだけ時間が経って、まだ彼女は見つかってないのか。にゃお、すべての巨人は溶岩の聖堂から生まれますにゃ。姫様が消えた後も聖堂に新たな大地の巨人は生まれておりませんにゃ。姫様はきっと生きていますにゃ。じゃあ何か手がかりは。いくら探せど新たな手がかりは得られず、もう一度人間の王城に戻るしかありませんでしたが、何しろ大爆発のあと姫様はそこで行方不明になったのですからにゃ。イフ様、もし大地の門に行く機会があれば、こちらの手紙をロックというニャンに渡していただけませんかにゃ。またこれか、猫の爪の暗号。相変わらず用心深いな、猫たちは。じゃあまたな。姫様の消息についても心に留めておくぜ。感謝いたしますにゃ。イフはあの大猫さんと知り合いなの。もちろんさ、俺様の人脈をなめるなよ。さっきの人間に囚われた姫様って。土の巨人さ、猫たちはそう呼ぶのが好きなんだ。ライネちゃんが悪く思う必要はないよ。ただ悪い人間が悪いことをしたに過ぎない。イフ様、
白髪の人間の冒険者、また会ったな。またあんたか。毛がすっかり抜けちまってまだ不服か。いや違うんだ。すまん、この前は俺が悪かった。実は悪夢を見てな。はあ？襲ってきたのは悪夢のせいってか。そうだ、俺はアトモスの悪夢に入ったと思っていたんだ。彼女の声も聞こえた。夢の中で彼女は、悪夢は天空殿が人間に侵略されたせいだと言っていた。私が知る限り、人間が天空殿に侵入したのはかなり昔のことだったと思いますが。アトモスの悪夢、他には何て言ってた。人間は再び天空殿の力を狙い始めていると。夢に閉じ込められた彼女は、俺の力で守り救ってほしいと言った。彼女はその最後の力でここを守る魔法陣を組んだが、魔法陣を維持する力は俺にしかないと言うんだ。それであちこち人間をさらってたのか。でも魔法陣を守るのとどう関係あるんだ。邪悪な人間を捕らえて、その魂を使って魔法陣の発動を維持するように言われたんだ。そして十分な人間を捕まえれば、魔法陣の力で悪夢から目覚められると。このバカどり、そんなバカげた嘘なんで信じたんだよ。そうだ、全部嘘だった。俺は騙されたんだ。じゃあここで何してるんだ。悪夢の手がかりを追っていたんだが、残念だがここで途切れてしまった。二度と悪夢に惑わされるなよ。次は容赦しないぞ。すまなかった。いいさ、あんたも悪夢のせいで敵味方の区別がつかなかったんだろ。まあ心からのお詫びって言うならありがたくいただくぜ。白髪の人間、またあんた。いや、は、夢、私、あとに彼女、それ、じゃあそれ、この、そ、じゃあ悪夢、二度と、いいさ。
ずいぶん深いな。意識研究員がまさか神の宮殿に通じていたなんて。神の宮殿か。こんな場所に大層な名前までつけて。確か神はここで庭園を作り出したのよね。確かどころか真実さ。ルカはここで庭園の最初の生命体を作って庭園全体を水で覆ったんだ。この施設前に来た時より洗練されてるな。人間があの子猫たちから知識を盗んだ甲斐もあったわけか。この施設一体何の研究を。ろくなことじゃないのは確かだな。イフ、何か聞こえない？巨大な石碑が私に何か語りかけている気が。すごいじゃないか、ライネちゃん。石碑のささやきを感じ取れる人間は稀だぞ。ルカの庭園創造のアイディアもこの謎のささやきから生まれたらしいぜ。向こうの巨大な心臓、どうやら祭壇みたいだけど、ここは通れそうにないわ。ゆりかごの中心はあそこにあるはずだ。
の通路、かなり昔のものみたい。昔の人間が無理やり掘り出したんだろうな。ほら、桟橋がボロボロだ。最初の生命体の気配を感じる。ゆりかごはこの下にあるみたいだ。